はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、ただいま緊急で動画を回しているんですが、本日ね、2024年5月のね、16日ということで、いつも通りね、アップデートが入りまして、最新のね、イベントがやってきたわけですけれども、まあ、ちょっと今回はね、おまけ程度なのかな。本番はね、5月のね、25日にやってくると思うんですが、こちらですね、宝探し祭ログイン報酬、カウントダウンは9日と23時間49分。カウントダウン終了後にログインして報酬をゲットってことで、宝探し引き換え券が、500枚と、で、汎用キーが1個と、で、アドバンスと引き換え券セットがもらえるみたい。はい。で、カウントダウンも始まってますね。宝探し祭告知、5月25日から、カウントダウンが終了すると同時に、宝探し祭がスタートってことで、イベントカウントダウンの終了とともに宝探し祭が始まりますということなんですよ。はい。ドラゴンヘッドね、前取れなかった人、またね、なんかやってくるみたい。さらには、こちら、片腕ムキムキすぎんだろう猫。ダークゾーン招き猫ってものがね、なんか追加されるようです。はい。招き猫ブランドとアリーナブレイクアウトのコラボレーション。この招き猫は幸運の象徴だ。ってことで、これコラボしたの？ブルース・リーに引き続き、またさ、コラボしたんですか？なんかどっかと。これはね、中国では有名な招き猫のなんかブランドなんでしょうか？ちょっと僕はね、その辺わからないんですよ。探してみたんですけど、特にね、情報なかったので不明です。はい。ってことで、このホーム画面にあるんですが、宝探しチャレンジ。タスクを進行して宝探し引き換え券をゲットしよう。タスクの進行度は毎週月曜日にリセットされますってことなんで、これさ、マジでさ、めちゃめちゃやっといた方がいいってことでしょ。毎週毎週めちゃめちゃ簡単じゃないですか。レイドに1回から5回参加して、で、合計価値10万公円の戦利品を持ち出したら、毎週ですね、これ、2500枚もらえるのかな。うん、めちゃめちゃ簡単ですね。で、宝探しストアが今回ね、肝なんですよ。これめちゃめちゃやばいです。はい、これ見てください。期間限定で、まあ、全部ね1分の1なんですけど、これやばいよ。なんとメンバーシップトライアルカード3日間入っちゃってまーす。これやばすぎる。倉庫が70増加するのと、マーケット同時出品枠が8増える。そして、加えてウィークリーマーケット出品数も増加すると。まあ、3日間なんですけどね、うん、初めてじゃないかなこれ。それプラス、防弾安全コンテナ、3日間これもですね、2×2 マスなので、まあ、花瓶とかが手に入りますよと。で、さらには、汎用キーまで、もう1個ねもらうことができるみたいです。で、サプライストアがねあるんですけど、まあ、これはさ、まだね、交換しない方がいいと思う。うん。とりあえず期間限定がね、これ25日に開放されるみたいなので、それまではですね、一旦皆さん、気持ちをね、ぐっとこらえて、サプライストアでね、なんか変なものと交換するのはやめましょう。まあ、今回はね、宝探しイベントが、まあ、もうすぐね、やってくるよっていう、まあ、軽いアップデートだったので、説明はね、これぐらいにしておこうと思います。はい。ということで、今回はね、インポスターでもやっていきましょうか。はい、ということでですね、秒速、31センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。ってことで、今回はね、ノースリッチ、インポスターでやっていこうと思います。これ、久しぶりだわ、ノースリッチでね、インポスターやるなんて。ただ最近さ、ノースリッチのね、通常区が、マジで激アツなので、これはインポスターやる価値あるかもしんない。まあ、ノースリッチかね、僕的にはやっぱ警告、まあ、それがですね、かなりね、美味しいんじゃないかなと思っているんですが、どうなんでしょうか。まあ、一旦ですね、これ、まあ、ホテル行くのもいいんですけど、とりあえず、通信局から行きましょうか。通信局行って、で、キャンプサービスエリア行って、で、そっから、まあ、ホテル行くみたいな流れで良さそうな。で、下水処理場のね、あそこから帰りましょう。まあ、今回はもうちょっとゴミ拾いですわ。うん。まあ、コントラクター縛いてもいいんだけどさ。まあ、縛くね、機械があれば縛くんですけど、この巣を見で。ただね、もう物資を拾って集めるっていうのも、まあ、たまにはいいのかもしんない。っていうかまあ、僕がね、最近行ってる金策は、もう本当にね、もうちまちまちま稼いでいく。もうめちゃめちゃ地味なね、金策方法になりますから、結局ね、みんな動画上げるじゃないですか。最強の金策はこれとか言って、いや、そんな最強の金策なんてないんで、あったら誰も破産しないんですよ。結局ですね、こういうね、地道に、まあ、金策するのが、いっちゃん稼げるっていう寸法さ。で、ここ空いてんな。まずいな、これ。
全部開いてんの？嘘でしょ。これしょっぱすぎない？本当に終わってるわ。ちょマジか。じゃあこれ来た意味ないな。これ漁っても意味ないので、とりあえずね、早々にフリーレンしていきましょうか。お前なんだ？あ、普通にさ、お前人じゃねえか、こんは。ちょ待って待って待って、ワンチャンこれ普通にさ、インポスター説。あ、待って待って、アップな。お前やめとけって本当に。こいつインポスターだろどうせ。この感じ違う。俺冤罪かこれ。いや絶対インポスターだったと思うんでね。だから、まあ、僕がやったことは悪くないで、カバンももらえるし、一応このバッグをね、まあ、もらって、まあ、6マスね、しっかりと確保しておきましょうか。これでまあワンチャンライオン出ても、僕持って帰れるので、とりあえずよかったわ。なんかしないけど銃声なってきた。まあそれはもう無視しましょうか。マジインポスターとスカちゃんの区別がなかなかつかないけど、さっきの動きはインポスター臭いから、まあ疑わしきは罰せよってことでね、しばいときました。少しでも何か違和感があったらもうしばくしかないのよ。インポスター VS インポスターが一番不毛で、本当に僕もね、やりたくないことランキング第1位なんですが、もう仕方がない。やらなければやられてしまう世界。もうそういう厳しい世界ですので、とりあえず僕はやってやった。なにこれ !2 万円やってきたー。こんなん初めて。これ何？よくわかんない。びっくりしたー。こんなところから出ちゃうんですね。これだからやめられないのよ。そして M80 弾もやってきちゃったー。始まってますわ。ちょっと待って、この辺しばいてさ、これももらって。で、なんかまあ、あとはもういいか。これだけでも本当はね、帰りたいんですよね。うん。ちょ、それぐらいにですね、だいぶ追い込まれてしまっている。じゃあ、あとはさ、こっちのね、キャンプサービスエリアを、まあ、少しずつ漁って、まあ、時間にね、なったら、まあ、ホテル行きましょうか。まあ、ホテルの結局さ、死体漁り金策が一番楽なんで、皆さんもね、ノースリッチに来た際は、もうね、極限まで芋って、で、最終的にホテル行っとけばさ、何かしらのまあ、食べ残しはあるんでね、うん、防具とか、もうお金に困った際は、もうホテルに行ってね、もう死体からもう漁るしかないのよ。もうそうやってね、ちょっと泥臭く、もう生きていきましょう。通信局があれだけ開いてたから、絶対ここいるよなっていうか、もうなんか転がってるし、怖すぎ案件。これなんか芋に散らかしてたら最悪なんだけど、本当に。ちょ、マジでやめて。いや、なんか金庫の部屋とかでなんか芋ってそう、マジで。怖すぎる、怖すぎる。ちょ、初めてここ来たんだけどさ。鉛筆削りか。しょっぱ。あ、で、開いてるわ、ここも。マジか。じゃあ、ここまで漁られてるってことはもうなんか、あんまり期待できないですね。あそこ漁られてるんだったら絶対金庫漁られてるじゃん。じゃあもうここもさ、後にしようか。これちょっともう漁る意味ないわ。ホテル行きましょう。あとはね、ホテキン TV 行って、帰りたいと思います。まあ、ホテキン TV エブリデイやった方がいいかもしんないな、本当に。マジでそれぐらいね、追い詰められてるんで、最近。いや、ちょっとマジでさ、一戦一戦でかいって。インポスターでの一戦もめちゃめちゃでかいからね。あいつなんだ？あれ、普通にさ、あれはスカブか。あいつスカちゃんだから、まあ、無視しましょうか、とりあえず。なんか変なスカちゃんいるし。あ、お前からさ、そのバッグ取りてえな、ほんと。でもなんかここでさ、なんかやり合ったらね、結局めんどくさいので、一旦僕は君から物資を奪いたい。アーマークラス3か。じゃあちょっとこれ買いときましょうか。まあリグもね、おっきいし、じゃあ君に決めた。そしてバックパックもでかくなりました。やったぜ。で、あとは、もう死体をね、漁って、帰るだけっていう寸法です。なんかめちゃめちゃ足音鳴ってるけど大丈夫か？なんかいるか？怖い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 。ははは。お前誰だよ？お前誰だよ？待て待て、あ、まずい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 、嘘でしょ嘘でしょ、ちょ、リロードしてあげて、で、お前を、しばくんだよ俺が、おいこそ、なめんじゃねえぞ、あ、待って待って待って、なんでなんでなんで、なんでお前ら、なんでお前ら、嘘だろ、俺たち仲間だよな、お前、だってこいつが先に喧嘩売ってきたんだぞ、待て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 、おい、ふざけんな、お前たちとはさ、やり合いたくないんですが、僕、てかもう足が折れた時点でもうだいぶ GG、まずい、ちょ、待ってくれよ、本当に。俺、やり合いたくないよ、君たちとは。ちょ、乾パンでなんか HP 回復してくんねえか、さすがに無理か。ちょ、マジでまずい。嘘でしょ。ちょ、足折られたの相当だるいって。まずい、もう終わったかもしんない、これ。うわ、なんかいっぱい来てそうな。まずい、まずい、まずい。後ろからのダメージが痛すぎる。ちょっと待って。お前からちょっと物資をいただかなければならない。ちょ、まずい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 。やめてくれ。スカちゃん、ほんとやめてくれ。お前らとは戦う気ないんだ、俺。さあ、AKM やってきた。そしてやってきた。ちょ、まずい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 、ああまずい、もうお前らさ、やめとけって、ほんとに。俺とやっても意味ないぞ、マジで。お前らの命が。やめろって、マジで。
お前やめろってマジでもう本当に。いっつもやめてくれもう本当に。やばい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 。君たちマジでやばい。やってることやばすぎ。おい、マジかお前ら。俺たち仲間じゃなかったんか。あ、まずいマガジンからだ。ああ、終わった終わった終わった。終わってる終わってる終わってる。やばい、痛すぎるって本当に。ちょっととりあえずさ、なんとか逃がしてくれ。ちょ、マジでやめて。お前らもうほんと邪魔だわ。どっか行けどっか。いっさ、もう満身創痍だって。なんでだよ。なんでだよ、ほんとに。やめてくれ。もう撃たないでくれ。痛い痛い痛い。ちょ、マジできついって。やばいやばい、もう。あたりは敵だらけ、もう四面楚か。ちょ、こいつ芝子。とりあえず目の前のこいつさえ芝ければ、なんとかなるはずだ、まだ。やばいやばいやばい。もう、マジか。機動性ないから、もう、外来て、外来て。痛い！やめろ、もう！やばい、もう、ちょっとほんとお前らさ、近寄ってこい、ほんとに。何してんだー！